ゴールドワンゴルフスクールのレッスン動画です。今回は、シャロースイングの、インパクトゾーンの話をしたいと思うんですけど、プロのインパクトっていうのは長いというのに特徴があって、フェイスターン、フェイスローテーションがこう少ないスクエアの時間がアマの人より長いという特徴があります。でその一つのドリルとして、プロがよくやるライン出しがありまして、そのためにこうスティックを前に置いてやるドリルがあります。うん、でこれは、こうインパクトの構えを取ったらこのフェースをスクエアに保ったまま体のターンだけでこうなるだけ長くこのスティックの上をなぞる、うん、っていうドリルになります。うん、長すぎてスティック打っちゃったじゃない。要するにグリップエンドは左腰の奥入っていくけどヘッドはスクエアに、はい、こう飛球線上長く走るってことね。はい、あくまで手がこう体の近くを通るんですけど、うん、クラブヘッドをこう返さないで、うん、長くスクエアのまま走る。これがこう 手でこうなぞろうとしに行くとこうスティックの外側に行ってしまって、うん、逆に右に行ってしまうので、体の近くでコネクションはしっかり保ったままこれ、うん、体が回転しながらフェースは飛球線上長く、はいはいはい、これがシャローの秘訣ですね。はい、また打っちゃったね。すっごい長いんだね、インパクトゾーンが。自分ではね、スティック当たらないと思って振ってるんだけど、今かなり調子いいんでね、インパクトゾーン長くなってるそうです。はい、じゃあちょっと今度は後ろに向きましたね。よいしょ。ちょっとバックスイングして、ちょっとゆっくりこう。これ長いね、インパクトゾーン。シャローだね。アマチュアの人に多いのはどんなの？はい、ね、これ多いね、すごく多いね。これ直すためにどうしたらいい？シャローに絶対不可欠でしょ。はい、まあ、右、まず右肘が離れるとやっぱ右手が上に来るので、うん、こうやっぱ右肘のこの曲がってる状態、うん、とこの脇のコネクションをすごい意識した。うん、そうすると曲がった状態でインパクトできて、うん、それをこう、うん、つけたの押し込めるね、それだったらね。はい、基本的にシャロースイングを、作ってきた上でハーフスイングをすごい大事にしてきたので、これを始める前に、ドリルとしてハーフスイングでコネクションを作るっていうのはいいと思います。本当にこれぐらいから、うん、腰から腰の高さを意識して、はい、まあ、今飛ばしたい人がたくさんいると思うんですけど、やっぱりゴルフは正確性の方が大事なので、これでサイドスピンを減らして曲がらないゴルフを身につけていただけたらなと思います。はい、ありがとう。はい、今回のボリューム3ね、インパクトゾーンを長くするための練習です。ぜひ皆さんもやってみてください。